発祥地ナイターボートレース大村 G1 海の王者決定戦開催4日目の戦い最後の予選カードの第11レースを迎えました。1号艇は平本正幸、2号艇枝尾勝、3号艇井口義則、4号艇山田浩二、5号艇村上亮、6号艇長田頼宗、以上の6名によって争われます。コース枠なりで展開されています。さて予選突破の得点率状況、1号艇の平本がベスト18に1着条件、そして5号艇村上が連帯条件かというところ、さらに2号艇の枝尾、そして6号艇の長田、どちらか1着であれば首位通過になるかという勝負がけになっています。陰線に1号艇の平本正幸、そして2コース2号艇の枝尾勝、3コース3号艇の井口義則までスローです。角から残しになっていく4号艇の山田浩二、外の2艇コースいっぱい避けて5コース5号艇、前半まくって1着2連勝中と勢いあります村上亮、大外はここまでオール3連対6号艇の長田頼宗、第11レース進入枠なり3対3の体系でスタートしていきました。踏み込んでいる1号艇です。1番の平本がスリット際まで置いたというスタートから一周一幕先手を取りました。他もいいスタートだったんですが、2号艇刺して2番手に、3番手は4号艇の山田、そして3号艇の井口、6号艇長田と並んできました。先頭1番追走は2番の枝尾、スタートは前提正常です。トップで1号艇の平本が1周目2マークを旋回、続いてくる2号艇の枝尾です。1番と2番差はありませんが、一定進ほど1号艇前、へさきかかったかどうかという2号艇を必死で抑えて1番の平本前を取ります。その後では5号艇4号艇6号艇3号艇4艇の競り合いとなってきた2周目第1段マーク、先頭で1号艇の平本1マークを終えました。2番の枝を3艇進離しました。その後でまだ3番手の方は4号艇の山田と6号艇の長田が並び、インコース入ってきた3号艇の井口、最後方5号艇村上で2周目第2段マーク、トップ守って1号艇の平本が2マークを返しました。追走は2号艇の枝尾、アクシデントが起こっていますが、上位体系は 1,2,6、 あとには4番5番と続いて、レースは最終周回1マークの旋回です。なお3号艇の井口が転覆のため失格です。3番の井口は2周2マークにおいて転覆のため失格となりました。先頭1号艇の平本、追走2号艇の枝尾、そして3番手は6号艇の長田で最終ターンマークの旋回、上位体系は1番2番6番でゴールへと向かっています。第11レースの予選は先頭1番平本ゴール、2着は2番枝尾、3着6番の長田、続いて4番山田ゴールイン、5番村上ゴールイン、なお3番井口は2周2マークにおいて転覆のため失格となっています。